皆さんこんにちは。北陸アイドル部のキャプテン美脚姫こと松井ゆかりです。今日もゆかり姫チャンネルを開いていただきありがとうございます。で、なんで撮ったかと言いますとですね、今日なんと私のお家にゲストが来てます。自己紹介お願いします。はい、 100% 福井県産かなまること甘江かなと、はい、北陸アイドル部のラッキーセブンガール新井奈々です。イエーイ。なんか今3人でお部屋を真っ暗にしてアイドル部の話をしてたら、これゆかりさんのラジオを撮ったらいいんじゃないかって金丸が言ってくれて撮ることになりました。イエーイ。もう私はもう声がもう寝るモードなんですけどもう深夜の何修学旅行に来た夜更かし女子みたいな感じでちょっと撮ってみようかなと思うんですけど、何を話してたかというと、いや2人とも成長したよねっていう話をしてて、いや金丸は本当にその自分のコメントとか意見をちゃんと言えるようになって、しかもセンスがいいって話をしとってね。やったー。したら金丸はすごい努力をしてて、いろんなの聞いとるやんね。はい、そうなんですどんなん聞いとるの教えてよ。どんなん聞いてる？ラジオですか？うん、アップデートイブニングの皆さんの月から金曜日聞いて、うん、自分のも聞いて、あーダメだったなっていうところとか、この人のここいいなっていうところをメモしてます。何を一番意識しとる？ラジオするとき聞いてる人のこと、うん、なんだろう、なんか自分たちの身内の分かる話じゃなくて、うん、もう自分たちのこと知らない人でも聞いて楽しい話をしようと心がけています。素敵。なんかそれは伝わるよ。やった。なんか今日見た風景とか会ったこととか結構話すやん。はい。それ季節のこととか、ちょっと桜咲いてきましたねじゃないけど、うんうんうん、そういうなんか、あ確かにとか、あそういう時期かみたいなのに共感できるエピソードが、共感してほしいなと思って。うん、めっちゃいいと思う。イエーイ。まあ、そしてナナは今話しとったんやけど、ナナと書いて地道と呼ぶこれはいい意味でだからね、わかる。ナナは本当にコツコツ積み重ねて、地道に努力を重ねて、もうちょっとずつちょっとずつどん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 、これ積み重ねって大きくて、ちょっとピュって頑張った人より、ナナあっという間にパーンって抜くからね、マジで。すごいよね本当に。でもそれぐらい本当にちっちゃなこと、みんながまあこれくらいと思うことすら地道に頑張るから、ナナは地道。ナナと書いて。そう。まあナナと書いて積み重ねかな。いい意味でね。地道はちょっと悪口みたいなので。ナナはどう？地道に頑張っとる。頑張ろうとね。なんかナナは挑戦することが好きなんですよ。うんうん、でなんか最近なんか挑戦、なんかこれしたいばか考えとるけど、うん、でもやっぱりなんか一個、集中、なんか興味持ったことはちゃんと最後まで続けられるようにすることと、うん、あとなんか自分がちょっとでもできるようになったことは、なんか他の人にも伝えれるようになれたらいいなって思います。ナナさ、めっちゃさ、後輩の面倒見よくない？それな、嬉しい。え、カナ思う？どういうとこ見ても年上ですけど、うん、すごいカナの面倒も見てくれる。そうでしょ。どんな？ナナ中学生やけどね。大丈夫だよみたいな、ちょっとカナが心配不安な顔してたら、カナ大丈夫だよって言ってくれるので、うん、キュンキュンして、もう、ね、キュンキュン。いやマジ本当にいい子やよね、マジでいい子。いい子すぎる。なんか素直な子。ナナと書いて素直な子って感じで。いいねいいね。ナナと書いて素直、それがいい、一番いいわ。嬉しい。さ、レッスン生の面倒とかを見てくれるやん。うん。なんか荷物持って帰りますとか、持ちますかとか、その気遣い。ねすごいよね。しかも言われたことをもうその時からもするじゃないですか。わかるわかる。もう素晴らしいですね。なんか一個注意されたら次から絶対直してくる。ねすごい。それはすごいと思う。嬉しいです。イエーイ。ねそれは本当に奈々ちゃん尊敬してますし、みんなのお手本って感じしん。ね嬉しいです。あさっきもみんなで話してたけど、うん、気取らない、え、なんて言うんですか、飾らない、うんうんうん、飾らない自分でいたいなみたいな、はい、なんかね、金丸さっきすごいいいこと言ってたんですよなんかその飾る、なんかすごいラジオについて深く考えすぎてたと
深い近所に置かれてる。なんか子供のかっこいいこと言い出すけど、突然この深夜にね、いやちょっと深く考えすぎてたよみたいな。でも意外とみんなのラジオ聞いてたら飾らない素の自分がいいんじゃないかと気づいたと。その通り本当にその通りです。いやその通りです。いやからあのアイドルファンの皆様は、うん、あのちょっと多分可愛い女の子が好きだと思うんですよね、うんうん、でもなんかかまわる、あの男兄弟の中で生まれたから、その女子力というか女じゃないんですよ、うん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 、けどちょっと無理してる部分があったから、うん、無理しないそんなことあった。いやなんかでもアイドルだから可愛くなきゃいけないみたいなね、概念があった。発言にも気をつけようとか思ってたけど、やっぱちょっといやこれは金丸じゃないなって、うんうんうん、たまに思って、ね、えでもなんかそのちょっと自分の素見せたりとかした方がみんなに褒められること多かったんですよ、うん、てか最近やっぱ素見せるようになったよね。そうで、なんかゆかりさんにめっちゃ面白いって言ってもらえて、うん、なんかすごい思う。なんか前まで結構なんかその遠慮してたっていうか、まあ、その演じなきゃいけないとかいろんなプレッシャーとかでまあ人見知りもとかもあると思うけど、なんかもうめっちゃ口数少ない遠慮女子みたいなとこやん。めっちゃもうね、なんかちょっと自信なさげなドラマのあれですよね、か弱い子みたいなけど、今はもうギャッハッハッハみたいな感じでこの問題わかんないみたいな感じやから、逆にそっちの方がみんな面白くていいよね。あじゃあもうあの飾らない自分ありのままの甘やかなでおりますので、うん、あの、はい、皆さんこれからもあ応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。そして FM 福井アップデートイブニング聞いてください、ね、はい、毎週お願いします。メッセージもお待ちしております。そうだね、メッセージくれて嬉しい、ね、メッセージ本当にめっちゃ嬉しいんですよ来たら、うん、この前7から来たね、来ました、マオニャンからも来て、ね、あの意外に県外の人とかめっちゃ聞いてくれてて、うんうん、兵庫県とか、うん、ええー、みたいな。この前カナにメッセージ送ったやん。はい、あの時ナナとマオちゃんと姫の LINE で打ち合わせしてんで。あ、そうなんですか。そんでその時にマオちゃんが文章これで大丈夫ですかって確認で送ってきたところにあの金丸せいちゃんゆかり姫 FM 福井の皆さん大好きですって書いてあっていやこんばんはやろみたいなこんにちはかこんばんはで、ね、絶対そこ、いやちょあれいつも大好きですみたいな感じでしたよね。うん、そうあれマジで意味わからなくてFM 福井の皆さんほぼ会ったことないやろ大好きですと面白すぎてマジでマオニャンのやばかった、面白かったな。まだまさ目標とかあるの？なんか副キャプテンになりたいとか、おこんなんなりたいみたいな、誰誰みたいになりたいみたいなある？そうですね、でもやっぱりなすごいゆかりさんのこと尊敬してますし。ありがとうございます。でもやっぱなんか小学校の頃とか、うん、中学校とかなんか委員会とかで、うん、なんか委員長とかしたこともあって、うん、してそう。でなんか実際あのなんていうんですか、生徒会とかも入ってみたかったんですよ、うん、でもなんかそういうなんていうんですか、目立つこと、うん、なんか前に立つことが多分、うん、実は多分好きなんですよ、ね、実はってか好きやろ、アイドルって言われて目立つこと嫌いでアイドル部入ってる人おる？はい、確かにそんなにないです。うん、でもなんかそれでやっぱ目指したいと思う気持ちはあるから、なんかそこをなんて言うんですか、なんか自分でできることを増やしてて、うん、でそのできることがそのちょっとずつ で増えてきたら、なんかそれをいろんな人に伝えれる人になりたいなって思います。素敵素敵、まとまってる。どんな風になるかな、将来どう思うかな。まる7、でも絶対すごいあの後輩から、うん、わかる、信頼される。そう、でも奈々さんみたいになりたいですっていう子が絶対多いと思います。確かに、ね、信頼されそう。ね、羨ましいわ。信頼、金丸もね、羨ましがられてるよみんなに。本当ですか、うん？なんか嫌われてるかなって思うんですけど、大丈夫ですか？いや話してなんかわかんないけど、うん、なんか話しかけづらいかなみたいな。なんか話してるの、姫はできる限りレッスンの時みんなと、もう無理っちゃ無理なこともあるけど喋れるようにするようにはする。うん、コミュニケーション。なんかトランと寂しくない？嫌われたんかなって思われたら、さすがに2回に1回ぐらいは喋ったり、うん、レッスンで指示出さんなん時はあんまできんけど、うん、
ほらなんかたまにカナとかいじるやん、あれ前髪短くないみたいな、なんかね服なんなみたいないじるやん。コミュニケーションみんなと取ろうと思って喋ったりはするから。結構カナもみんなと喋ってるけど、うん、えなんかえ嫌かなとかめっちゃ勝手に思ってしまう。嫌じゃないでしょ。絶対嫌だな。ナナも結構みんなと喋るよね。えなんかナナ最初なんか人見知りとかじゃなくてもなんか普通になんか喋っていいんかなってやっぱ思ってしまった時があって、なんか特に1期生とかせいちゃんとかなんか本当にあのダンスとか教えてもらう時もなんか、うん、あすいませんってめっちゃ思っちゃってえなんかなんかめっちゃゴールデンスマイルのなんか回るところとか教えてもらう時になんかなかなかできんくって、なんかそれとかもなんかこんな何回も教えてもらってなんか申し訳ないなってめっちゃ思ってしまったりとかしとったけど、なんか最近はなんかめっちゃ普通に自分からなんかせいちゃんハグしてくださいみたいなこと言えたり、なんか全然あなんか全然もう普通に楽しいなってめっちゃどのメンバーと喋っとっても思うから、だからなんかそこは1年間なんかかかってめっちゃ自分で実感したことです。確かにね、1年前やったらまだちょっとあれやったんや。そうですね、めっちゃ年齢の差もあるしね、結構な。でもやっぱなんかアイドル部入ってなんかすごいやっぱ年齢の違いがあるから、うん、でもそんな普通の中学生とそんな先生ぐらいしかそんな年の差離れて喋る人ってなかなかいないじゃないですか、うんうん、やけどこんだけなんか近くてなんか楽しく喋れる、うん、なんかっていうのがこんな近い人にいてめっちゃいいなって経験にすごいつながりました。そうやね、結構もう年上の人とみんな仲良くできるやろうしね、もう、うん、そうですね、うん、だってね他の周りの大人の人とかも相当大人やん。そうです、船崎さんとかもさ確かに、うん、そういう大人の人となかなか普通の中高生喋る機会ないやん、うん、私ですらだって本当だったら同世代ぐらいとしか喋る機会ないやろうけどさ、うん、めっちゃいろんな人と喋っとるからめっちゃいい経験しとるよね、うんうんうん、ありがたいですね。本当にもう寝る気なくなったな。いやもうお目目パッチリ、はい、パッチリですやばいね、完全に目覚めてしまったねこれは。でね、聞いてくれる姫の最近の話ねんけど、はい、なんか本読むのちょっとハマっとって先月とか、うん、それで読んで気づいて、で改めてまあ気づいたんやけど、一応自分的には、うん、あのアイドル部の松井ゆかりとしておる時と、うん、個人で松井ゆかりとしておる時使い分けとって、うん、えそれ何かってあの松井ゆかりでさ絶好調ダブルとかで撮る時はさ、うん、あの私松井ゆかりです見てくださいって言って自分を出して、うん、自分のキャラクターを出していかんなわけやん、うん、でもグループにおる時ってじゃあ私を見てくださいじゃないわけやん。確かに私たちを見てください、北陸アイドル部っていうのは18人いてこんな個性があるんですよ、こんなメンバーいます、こんなメンバーいますよっていうのをプレゼンしんなわけやん、うん、で自分でなんとなく使い分けとったけど本読んでなんかそのグループによるときは人を立たせるみたいな、うん、そのグループの中でで個人のときはまあ自分で戦うみたいな、そういうの読んで、あこれをちゃんとスイッチを切り替えれる人じゃないといけないって言うんだよ。なんでかってもし姫がさアイドル部の定期公演でスイッチ切り替えれんくて自分ばっか喋って MC しまくってダンスもめっちゃ自分ばっか前で撮ったらさ、うん、なんか嫌じゃない、なんかやばくない、なんかそうですね、想像できないですね。いやね、でそれがスイッチオンオフができん人もおるんやって、やっぱ嫉妬したり、私がなんで前じゃないんやみたいな、やっぱ気強い人やったらそうなったりして、それでグループって崩れてったりするやんって。やっぱなんであいつばっかりみたいになるやん怖まあ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 ね、でだからそれをちゃんと使い分けんといけんみたいな、だから私もいろんなメンバーを追ってさ本当は自分だろうなって思って他の人がなった場合とかも嫉妬せずに、あこの子のためにとか思わんとダメだなと思って、グループの時はじゃあかなまるどうとかならどうって振ってみんなと一緒にやるっていうのを最近めっちゃ本で読んだ。へえ、すごい。っていう話。本からすごい。いつもアイドル部のこと考えてくださりありがとうございます。なんだそれ。めっちゃ面白いんだけど。いやでも自慢じゃないんですけど、うんうん、本読んだことないんですよ。え、そうでしょ。なんで？学校で読書感想文あるやろ。あの読書感想文か、うん、なんかあるじゃないですか、これについて書くみたいな、なんか、うんうん、
もう絶対読書感想文選ばずに、うん、なんか世界の平和みたいなについて語るみたいな。どういうか。かなまるは本が読んだことないらしいです。本当に読んだことないんですよ。初めてねんけど、漫画は？漫画の読み方も全く知らなくて、うん、高校の時になんか授業でこの漫画なんかあるじゃないですか、歴史とかそういうので、うん、これで学びましょうみたいな漫画みんなに渡さ、あの全員配られて、うん、これ読んでこうなんか学ぼうみたいななった時に、まず読み方わからんってなってすごいね。その時に読み方教えてもらって、うん、わー漫画ってすげーって逆にあんたすごいよ。そうです。本読んだことない人おる？あ、います、ここに。いや、はい、なかなかおらんて。それもあんた特技にしなさい。特技でいいですか？プロフィールに書きなさい。なんか特技本読めないことってよくわからん。小学校の時なんかみんな漫画、うん、なんか分厚い本漫画あるじゃないですか、うん、それみんな持ってて付録とかがめっちゃ欲しくて、うん、付録だけのために買ってみんなとお揃いにして、うん、でみんなその漫画の話してるけど見てないからわかんない。何買っとったん？チャオ？ああ持ってました。リボンとか、ね、うん、めっちゃ懐かしい。もうその付録小学生の時買っとったみんな持ってる付録が欲しいがために買ってた、ね、なんかチャッチー鉛筆削りとかチャッチー筆箱みたいなのあありました。あったあった。チャッチーって何？もうあん時はもう素晴らしいものだったんです。そうですね。そうだよね。うちらからしたらキラキラで、もう本当に高級品やったな。もう今でイブサンローラですよ。イブサンローラ輝いとるけめっちゃ面白いわ。カナマル、やっぱりそのカナマルが一番面白いわね。え、思わん？めっちゃ思う。ねえ、面白い。今のイブサンローラ笑うわ。ちなみに今雑誌なんか買っとる？ね、何も買ってないですね。何も買ってない。何も買ってない。まあ、そうやね。うん。てかもう今 SNS で収集できるから買う必要なくなったよね。まあいい付録あったら買いたいですね。いい付録あったら教えてください。何？なんだっけ？何？スナイデルとか結構あれ？何？あのプロポーズされたらのやつ何でしたっけ？ゼクシーの付録めっちゃ可愛いんですよ。何？なんかこの前ポール&ジョーとコラボしてて、あ、一人よね。でもそういう系、しかもゼクシー300円で、高校生の時にその付録が欲しいがために制服でゼクシー買いに行ったら、うん、あの店員さんにめちゃめちゃ笑われてこいつ結構早いなっていや、プロポーズされてないけど買ってもいいですよねってちょっと心の中で思いながら友達と買いに行ったっていう、うん、全然いいよ。でも絶対あの付録目当てで買ってる人います。まあそうよね。ちょっとじゃあゼクシーの付録今度コンビニ行ったら見てみるわ。ぜひお願いします、はい、面白いね。あのアイドル部の誰とは言わないですけど、その子もその付録持ってて誰ナではない？え、ナではない？ナではないけど、え、みたいな。うわ、え、プロポーズされたんか、それともあの付録が欲しくて買ったんか。まあきっと付録ですね。え、誰？せいちゃん？いや、リンカ。違います。何期生？いや、もうそれ言ったらもうダメですよ。ミク、なわけない。分かった。じゃあそれは今度。誰なんやろ、気になるな、これ。じゃあということで寝ますか。はい。もう盛り上がりすぎたね。これは。お目パッチパチ。パッチパチです。ダメだって。寝ないと、姫一個だけ心配なのがさ、はい、姫の声低すぎてみんなびっくりしてないから。いや、アイドルモードの時めっちゃ高いやん姫皆さんみたいな。でも今寝るモードやからもうこの声の、これ姫だからみんな気づいてんね。私はゆかり姫ですからじゃあちょっと奈々ちゃん締めてもらっていいですか。これ低い声でお願いします。低い声でですか。はい、新井奈々さんお願いします。踊りな皆さんも夜更かしせずにちゃんと寝てくださいね。はい、寝ます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。おやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。バイバーイ。